元気ドリンクゲット、いいね。はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今日もやってきます。よいしょ、おはじき電動時ですね。4日までが今のガシャで、5日目から多分この不動明天確率アップ始まりそうですね。その後は今回14日しかないんだね。15日とか16日あるのにね、おはじきに限って14日しかないって結構大変だな。なるほど、14日か。5日からこれもう4日単位かな、5日9日まあもしくは8日、そして最後のラストチャンスが11か12だろうな。ということでガシャのパターンはあと1、2、3回だな。あで 30% オフが来るのか、うん、何が来るのか、ミッションで多分そこで元気ドリンクをゲットできるガシャが来るのかな、どうだろうね。はいはい、じゃあそしたらですね、今回は元気ドリンクのまあ最初冒頭でドロップの映像を見せたと思うんですけど、元気ドリンクの現在の状況を話していきたいと思います。でまず現在の状況は今ね、3アカウントで特攻なし無課金攻略を目指してるんですけど、今はメインアカウントはダークネスに変わった回数、3日目朝の時点で、2個しか落ちてない。しかも交換してるからね、メインアカは1個しか落ちない。これね、過去最低。ただね、サブアカの方は落ちてんだよね。でね、まあちょっとまあ一回現状を言おうかな。で、四天王寺の勝利回数は4回までですね。2番目のアカウントについては現在の状況は、優勝回数が10回。そんで、元気ドリンク、まだ交換、こっちはしてなくて、こっちは3個してます。ね、で、四天王寺に勝った回数は2回になってます。それでは3番目のアカウントについては、もうこっちは優勝回数12回。そんで、元気ドリンク、こちらは交換してないんですけど、交換してないよな。交換してなくて、ドロップ4個ですね。なので、1、3、4っていう感じで、合計8個、元気ドリンク落としてますね。で、例えばこのアカウントだと、交換できる元気ドリンクって9個なんで、こういうね。なんで13個持ってるって形ですかね。はい。そんでね、元気ドリンクの落ちた内訳、さっき、メイン、サブで8個落ちたって言ってんだけど、一応内訳は、まあ一応ちょっと落ちた動画は、こんな感じ。おお、元気ドリンクゲット、やっぱりいいね。四天王寺手伝いましたね、今回はね。半分削りで落ちましたね。元気ドリンクゲット、いいね。で一応一部お見せしたんですけど、まあ夏目がね、主家様、半分以上のダメージを当たればご褒美が増えるんだってって一応あるんだけど、一応今回、自分が個人的に思ってるそのドリンクのね、落ちるやつは、まあダークネスを削るでしょ、半分以下削る、半分以上削る、ダークネスを完全倒す、それか四天王寺をちょい削る、それか半分以上削る、それか全部倒すっていうのがあって、まあ四天王寺全部倒すってかなり一晩に下がり無理なんだけど、8個のうち内訳としては、ダークネスを半分以上削るが1回、でダークネスを半分以下削るが1回、でダークネスを全倒しが1回ですかね、3回、であとの5回は、四天王寺でした。なので、基本的には四天王寺を
まあ、削ったり半分削ったりっていう形で、であとの5回はね四天童子、まあ、半分削るってきついので、まあ、基本的には削るでゲットしてます。まあそっか、今序盤だからいいのかな、半分削る、5回のうち半分削るが3回かな、で2回が半分以下かな、いやそんなことないな、ごめん、半分レベル1で落ちた時だけだから、まあそうだな、2回と3回だな、だから半分以上削ったのは2回で半分以下が3回って感じになってます。なんでまあやっぱり四天童子を削った方がいい結果が出てるんだけど、今回のこのメインアカみたいにこれね、あのまあサブアカはね落ちちゃったけどね、1個ってもう過去最低なんだよね。いつもね2日目終わった時点、今3日目の朝だから2日目の朝終わった時点ではね、まあみんなどのアカウントもね5個ぐらい落ちてるんだよね。うん、なので3アカウントで8個しかないっていう状況は、まあ、過去最低かなって思います。なので今回しかもね14日しかないし、うん、なかなかね難易度上げてきやがったなっていうのが今回のおはじきバトルの感想ですね。まあ四天童子みんな欲しいからね、うん、なんでね、まあとはいえね一応今のね自分の無課金、まあ特攻は一応ダークネスは交換する予定だけど、一応今のところはメインアカだったらね、まあ自分の今のパワーだと10個あれば最後ねいけると思うので、まあ交換がねあと8個できるので一応ノルマは達成してると。ただレベル7に行くまでにレベル5レベル6を倒さなきゃいけないでね、ただレベル5レベル6はサブアカでね十分サブアカのドリンクを使ってまあいけるかなっていう感じですかね。そうなのでね今回はねちょっとねメインサブサブとね3アカウントで無課金でゲットってのが難しいかもしれないね。あのメインはいけるけどサブでねサブの分まで残ってるかってのがちょっと今の状態だと微妙だなっていうところかな。ただまあ後半戦もねあの元気ドリンクもらえるガシャが来るかもしれないし、後半になってまたあのドロップがね出てくるかもしれないので、うん、あの元気ドリンクねこれからも、そうだからまだまあ3日目なんでね1日1個落とすってのを目標にね、あのお助けもねほどほどにしつつ、やっていきたいなと思いますね。今回ね今まで、まあ、極武士ニャンとかセフィロスでしょ、ファイナルファンタジーいないで、あとはなんだマジンカメリオダスかっていう感じで、まあ、極武士ニャン抜かせばほとんどねコラボイベントなんだけど、コラボイベントってやっぱりねあのみんなに新規さんが多いだろうから、そのねゲームから別のやつから来てるからね簡単にしてるかもしれない。シャドウサイドはガチ妖怪ウォッチのねイベントなんでね、妖怪ウォッチファンが絶対欲しい四天童子ね、だからちょっとね、うん、ガチにしてるかもね。はい、そんなとこかな。はい、そしてそしたら最後に、まあ、四天童子の低レベルのね、討伐をやって終わりにしましょうかね。うん、はい、そしたら四天童子助けしていきましょう。リンネは強いんで種族効果を超えるような気がする。太陽神も一応ね技レベル、まあ自分は技レベル高いやつ使ってるかな。でも太陽神弱いな、これは薄ら影っぱの方がいいかな、不気味とかね。太陽神もいいな。さあよいしょ、ああそう、でもすげえ強い。生ハゲがいつもおはじきで活躍している気がするな。
お疲れ様ずら。さあ、なんか、助ける必要なかったね。まあでもね、四天道場倒した。いいね、元気ドリンクゲットです。やっぱ四天道場いいね。はい、じゃあ今回は元気ドリンクのまあドロップ状況、どういう時に落ちるかの結果とかね、その辺についてちょっと話をしていきました。まあちょっと今回ドリンク落ちづらい状況なんですけど、まあね、毎日1個ね落とす目標でお助けを頑張りつつ、ダークネスのね進めていきたいですね。これでもこの前コメント欄で教えていただいたんですけどね、なんと嬉しい、そう、清流シャドウいるんだよね。これよ、2800ポイントですよ。しかもこれすごいよね。これはねもう絶対交換します。なぜならね、まあサバカで持ってるんですけど、これね攻撃力アップも、ニョロロの攻撃力アップ、貴重な SS の攻撃力アップなどもあるんですけど、スキルがね、これ見せた方がいいな、いけた。スキルがね、まあ、このね攻撃力アップも強いんだけど、これね復活のスキルあるんですよね。 HP が0になった時一度だけ回復ね。夏目が助けた、千と千尋みたいなあれだけど、映画妖怪だけど、そう、これね、とある少女を今も見守り続けているっていうことでね、この復活のスキルはね、ボス戦とか隠しステージのボス戦とかで本当使えるんでね、2800ポイントで交換できるなので、もう絶対ゲットしたいなと思ってますね。なんでね、この清流シャドウ2800すごいよね。これ絶対交換したいなと思いますね。すごい、今回だからこれだけでこのイベントもう幸せだなっていう感じがありますね。念願のね清流シャドウあったら今まで倒せたよっていうのが何回か記憶にねあるんでね、これすごい奮発ですよね。しかも2800ポイントっていうね、何なのさっていうね。でちなみにダークネスが3500なんだよね。なんかね前のなんだっけな、バッツの時はね0ポイントだったんですよ。で、あの時すげえなーって、さすがコラボだなと思ったんだけど、やっぱり今回は Y ポイントね、Y ポイント効果になりましたね。しかも3500っていうね。なんで私今回ねメインアカガシャ回さなかったんですけど、今は余裕があるんでね、嬉しいね。ほんと清流シャドウゲットできるなんてね。はい、であとはねお助け交換はここにね G があったらいいのになーっていう感じかなという感じで、まあいつもねお助けパワー最後なくなると思うんだけど、まあ持ってないニャン吉とかゲットできるのはちょっと嬉しいかなっていう感じで、まあどんどんね、まだ序盤なんでね14日間あるんで、メインサブフルフルに使ってね、なんとかね特攻なし、まあダークネス使うけどね、特攻なし無課金攻略を実現したいと思います。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。アニメもね、もうちょっと進んでほしかったかな。アニメも楽しいですね。